ールパレスよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。これは決めなければいけない。15分経過。ヘッドでつないで激しい攻防。これは危ない。主審ファールを取りました。これはイエローカード。冷静にプレーしてほしいですね。ヘッドでつないで攻撃を組み立てます。頭でつないで、まるでボールを持った仮面舞踏会。合わせた。入った。ゴール。ブリリアントゴール。さあもう一度見てみましょう。さあどちらがボールを支配するのか。前半終了まであと5分。いっていって、ドビッドブー。敵に当たってしまった。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。後半開始の笛です。ヘッドでパスを送る。ここはいいディフェンス。ヘッドでつなぐ。攻めきれない。
シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。ヘッドでつなぐ。シュート。これはゴールキック。キックミスでしょう。ここで折り返す。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ファーサイドジャンプ。オフサイドの網にはかからない。スローイン。おっと、選手の交代が行われる模様です。これはファールです。オフサイドはない。走り込んできた。これはゴールキック。オフサイドを取りに行った。ヘッドでガンガンプレスをかけます。ヘッド合わせた。シュート。ファーサイドに上げた。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。1点を死守しました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。